や今日は新任の保健の先生来たんだよな。いやちょっと会いに行っちゃおうかな。失礼します。あれ新任の天塚先生。あら金髪先生こんにちは。あららら、ちょっと待って、じっくり探しちゃっていいですか。あらら、そのおみやし先生出ちゃってますけども、よろしかですか。どこら辺なの。ちょっと、天塚先生。今日ね先生、暇つぶしに来たわけじゃなくてね、痛いとこがちょっとあって。はいはいはい、ちょっと見てもらえますかね。あら大変、どこが痛いんですか。ここちょっと右下の方なんで。下の方下の方ちょっと痛い、お腹の下の方がちょっと痛い。お腹の下の方、え、うん、もっと下ですか。もうちょっと下です。痛い、なんとかならないですかね、これ。パンパンに腫れてますね。痛いの痛いの。お顔に飛ばしてごっくんちょう。先生すっきりしました。よかった。いや痛みも飛びました。先生もでもここで、うん、学校でね、保健室の先生やるってことは、はい、ほらこの学校は清く正しく、うん、気持ちよくっていう学校ですから。そうですね。先生も兼ね備えてらっしゃるんですか。もちろんですよ。清い部分はございますか。名前清い部分はもう名前だけ。名前しかないです。正しくの部分は。正しくも名前。名前ですね、うん、名前でいいですよね、それはね。でも大概名前でなんとかなっちゃいますよね、うん、気持ちよくの部分っていうのは持ってます。それはもう存在感で示していこうと思ってます。スイッチがちょっと入りやすくなっちゃってて。あら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 、なかなかですね、やっぱ先生は。なかなかですか。なかなかです。ちなみに普通の趣味とかもやっぱあるわけですよね、はい、あ、はい、趣味は読書です。読書。はい。ちなみにどんな本を。最近読んだ本はスローセックスのすすめ。いい書籍でしたよ。どういう感じのセックスなんでしょうか。前儀から。はあ、ゆっくりゆっくりと。はい、それまでに30分以上。皆さんにぜひお試しいただきたい。あ、どういうことは。はい、お試しになられた。まあ、ちょいちょい。先生お盛んですな。ちょいちょい、ちょっと今度お相手してもらいたいぐらいですよ。あー、有料制ですよ。ちなみになんか特技とかって先生あるんですか。はい、巣作りが得意なので。お、ちょっと待ってください。巣作りが得意なの。巣作りが得意なんですよ。いろんなところに巣があるんですか。いろんなところに巣がありまして、空港空港ごとにね。空港ごとにあるわけですか。先生、はい、散らかしてるんですね意外に。寝てるだけ。どっちの意味の寝てるだけですか。寝てるだけ、気持ちいい睡眠。結構肉食ですか。どっちなんだろう。でも美味しいものが見たら食べたくなっちゃいますよね。ちなみにどう、美味しそうな、最近食べた美味しいものとか、こういうのが好きねっていうの、どんなタイプですか。珍味。珍味が好きなんです。珍味が好き。お休みの日は何してるんですか。休みの日はお家で読書をしてるか、地球防衛軍をしてます。あら、引きこもりってことね。はい、そうです。今一番何やってる時は幸せですか。地球防衛軍。え、もうお買い物行ったりとか、友達とショッピング飲み会とか、そういうのないですか。当たり目食べながらエイリアン撃つのが楽しい。先生、何、すげえ悲しい人生じゃないですか。もうやめて、これ以上やめて、エロい話を。先生、やめて。その瞬間が一番ハッピー。うん、え、なんか、うん、生きてるって感じする。ちょっと、すげえ華やかな世界にいて、当たりめくってエリアってる時が一番幸せなの。そう、友達と通信しながら、あ、右に今エリアいるとか。先生、ヘッドショットとかいうの楽しいの。それ本気。本気。浮かれた話ないの先生。ごめんね、さっきちょっといろいろ強がったけど、ないの。あれ、嘘なの。いや、嘘ではないですよ。ちょっと見えないな松川先生は。ちなみに好きな男性のタイプどんな感じ。好きな男性のタイプはワンコみたいな人。ペロペロしてくれる人ってこと。そっちじゃない。どっち。
おいでって言ったらもう運も言わずピョって来てくれる人。年下系が好き？いや別に40代のおじさんにキュッてやられても可愛いですよ。本当？スタッフ全員走り寄るよこれから一人30秒なでなでする。それは相場感はおいくらほどでしょうか？なんと V1 本分です。 V1 本分買えばその参加券をいただけるわけですね。はい、そうなんです。あ、お手軽ですね、それはね。なんですよ。ちなみにそれ有料でいいってやるとその後どうすれば先生落とせるんでしょうかね。あ、なるほどね。ひたすらに愛の言葉を伝えてほしいです。先生お綺麗ですね。もっと心に響かせてほしいな。先生好きまい博多かか地域的な問題がいろいろありますか？あの方言で行きゃ落ちるだろみたいな。あ、なるほどなるほど、うん、そういうことじゃねえだろってことですね。もっとなんかこう、あの先生ちょっとメンヘラだからそこは生かしてほしい。ちょっとメンヘラだから。ちょっとメンヘラなんですか？ちょっとメンヘラ。ね、いやでも先生と近づきになれて本当に良かったですよ。いやこちらこそ嬉しいですよ。ちょっとこれからね、うん、うちのダメな生徒たちがどうか体を壊してお世話になることもあるかもしれませんけども、うん、ちょっとよろしくお願いしますね。はい、もちろん。はい、最後にね、苦手な変顔を見せてもらっていいですか？申し訳ない。苦手だと伺った上でやらせるのは変顔ができないと聞いたんですけど。やだ。天塚先生の変顔を3、2、何ですか？カウントダウンしますよ。変顔を3、2、1、どうぞ。いいんですよ、それは。天塚先生の意思に従ってください。いきます。天塚先生の渾身の変顔まで3、2、1、どうぞ。なんだそれは、本当に。いやー、じゃあちょっと今度変顔できる生徒たち連れてきますよ。あ、お願いします、うん、本当に友達欲しい。ちょっと練習しましょうね。わかりました、うん、ありがとうございます。よろしくお願いします。3、2、1、うるさい、うるさい。じゃあまた来ます。先生ありがとうございました。早く帰ってください。失礼します。失礼しますです。